12時32分になりました。東京有楽町日本放送の制作でお送りしています、アッコのいい加減2000回です。続々とメールいただいております。ありがたいね。はい、もう全国からいただいてるんですが、うんね、はい、大分県今日多いですね。ありがとう、うん、ラジオネームガーリーさんです。はい、初めてメールしますと。はい、土曜のお昼のこの時間帯は車で出かけることが多いので、うん、いつもアッコさんの声を聞いています、はい、まるで実家のような安心感を感じております。実家のような安心感そうです、すごい実家ですねみんなそう言うと思うわ大分は静かなんですかね。大分静かなんですか、うん、静かに聞こえてますかね。はい、私は実はアッコさんと誕生日が同じのものですから、4月10日、はい、もう勝手に親近感を感じております。はい、でガーリーさんはですね、社会人2年目なんですって。うん、あ、若いね。若いですね。はいはい、なので、まだまだ分からないことも多く、うん、まあ、挫折というと大げさですが、うん、へこむことも多いんですが、アッコさんの戦う姿に刺激を受けております。はい、これから寒くなる時期だと思いますが、はい、どうぞお体ご自愛ください。もう、そんな若い子にそんな心配させて。いやー、4月10日っていうとね、ガーリーさん。ガーリーさん。ガーリーさん。4月10日って言うと、私と同じ誕生日、って言うけど、もっとすごいのは、上皇様と上皇后様の結婚記念日なんですよ。そうでした、そうでした。私が前に言ったでしょ？はい。なんで、大阪時代ね、日の丸、昔は旗火って言って、家の前にちっちゃい旗とかあって、なんで私の誕生日知ってんのかなと。ま、街歩いてたら、うん、そう。もう家に。なんで知ってんのかなと思ったら、違ったんです。だからすごい日ですよ。そうですよね。うん、4月10日ってのは。4月10日。他にもいろいろ A 六輔さんのお誕生日だったり、そうですね。さだまさしさんや。私、昔ですけど、園遊会にお呼ばれしたときに、はい、上皇后様に、それを、同じ4月10日が私、誕生日です、はい、伺っておりますとおっしゃったからね。認識してるんですね。なんかでお聞きになったんじゃないですかね。はあ、4月10日。はい。非常にね、うん、個性豊かな面々の誕生日で。ミッツさんもそうですし。まあ、そうだね。そうですね。うん、そうだね。ありますね。ペンネーム、横浜の山ちゃんさんからいただきました。はい、私も徹子の部屋見てました。あ、山岡久乃さん登場の回ですね。はい。はい、アッコちゃんは毎年母の日にお花を送ってくれるのよと言ってました。はい、そうです。はい。アッコさんの温かな姿が伝わるエピソードですね。いや、見たかったな、ね、いや、でも、お母は、まあだから前から母の日っていうのは自分の実の母、はい、それから山岡のおっか、それから森重久恵さんの奥様、はい、京子ママ、そして旦那のお母さん、はあ、4人送ってたんですけど、もう全部お亡くなりになって、うん、今もらう立場ですね。そうですよね。うん、これもいつも言ってますけど、母の日と父の日両方もらってるんです違和感なく。珍しい人ですね。どう思ってくれんねやろね、みんな。先駆けですね、なんか LGBT とか言いますけど。ね、性別を超えた存在。そうですね。はい。はい。なんか分からん。でも、山岡久乃さんがおっしゃってたエピソードで、はい、最初のアッコさんに、はいはい、こんなに親しくなるきっかけが、やっぱアッコさんもよく話してますけど、うん、はい、まあやっぱり撮影の現場で、はい、アコさん忙しいというのもあって、はい、ちょっとまあお酒二日酔いかなんかでいらした時に、はい、山岡久乃さんが、はい、まあちょっと厳しく叱ったと、はいはい、叱られたんです。でその厳しく叱ったことが逆にアコさん嬉しかった。あ、なんか いや違うんですよ。二日酔いっていうか前の晩飲んだんですけど、時間を遅刻したんですよ。ああ、なるほど。朝10時からそのドライリハーサル始まるっていうのを、はい、そしたらおかんがもう烈火のごとく怒って、あなたはね、忙しいんでしょうけど、ドラマみんなで作るのよって言われた時も、ズーンと来たんですよ。はいはい、で、当時もう、この方もお亡くなりになってますけど、私の担当で部長だった王さんを呼ばれて、はい、一緒に叱られて。はぁ、じゃあ本気の説教ですね。はい、でも良かったです。その通りで、本当に忙しくて、営業は行くわ、ドラマはやるわ、バラエティ、うん、だってその時噂のチャンネルとかやってましたからね。夜10時に噂のチャンネルやって、だその前にドラマ撮ったりとか、朝とか昼ね。でもう本当に私のシーンだけを覚えていってたみたいなことがあったんで、はいはい、
ちょっと軽く見てましたね。みんなで作るっていうのを分かってなかったみたいです。でもちゃんとあの教えていただいたって感じですね、山岡のおかんには。でもなんかその叱ったことが、うん、やっぱ和田アキ子さんにはすごくやっぱなんかこう刺さったみたいで、はいはいはい、それ以来なのよって言って、うん、またねあの子よく泣くのなんか聞いてましたそうです、よく電話でも泣いてお母にあの悩み事聞いてもらいました。あ、はい、だからそう、でもあの本当に懐かしい映像がこうやって時々こう振り返させてくれるのはいいですよ ね、うん、ね本当に、うん、すごいすごいですね、はい、また片や一方で、うん、来週は今度は若手を迎え入れるわけですが、うん、学校の新しい学校のリーダーさんですね、すごい楽しみにしてますというメッセージもいっぱい届いております、はいはい、ラジオネーム首振りダンスさんです、はい、新しい学校のリーダーズのお二人が生登場ということで、うん、FNS 歌謡祭の裏話はもちろん、はい、アッコさんの写真を見ながらレコーディングをするとからしいです、はい、そこら辺のエピソードも聞けるんですかね。いやなんかそのだからあすいません、なんか音鳴りましたね。あ、電気毛布の電源が落ちたんです。電源っていうのこれなんていうの、 あのコントローラー、電源の部分ですかね、うん、はい、コントローラー、すいません、こ壊れてません、大丈夫です、大丈夫ですいやあの作曲された方が私の大不安で、音のブルーを、うん、それで古い日記が大好きでっていう、うんうんうん、だから似通ってますよね、似てますよね、似てます、似てます、うんうん、だからすごく今そうやってよく昭和ブームとか言ったりしますけど、はいはい、今昭和ブームだと思いますね。あの頃の歌謡曲をリスペクトした形で、うん、新しく生まれ変わらせるみたいな流れもちょっとありますもんね、うんうんうん、なんかそんな感じしません？します、します。なんかなんか歌手の立場から言っても私はヒット曲あんまりないんですよ。だから記録はないんですけど記憶に残ってるっていうか皆さんの、まあ、でもまあまあアコさんよくそう言うんですけど、うん、それに別に反論するわけじゃないですけど、でも、はい、ちゃんと曲ベスト10に入ってる曲いっぱいありますけどね。 ありますけど1位はないんですね、はい、1位を取ってるっていう、はい、それでこんな言い方したら変ですけど今すごいアーティストみんないるじゃないですか、若者、はい、本当に歌うまいしみんななんかハイトーンですけど、私に言わせるとね1位って全然長持ちしてないんですよ。あ、特に時代が変わってそうかもしれない、ね、なんか1ヶ月か早ければ1ヶ月ぐらいで次の曲が1位になってたり、今は1週間ですよ。あの1週間かな、それこそ80年代は、うん、もっと3ヶ月とか1曲もあったみたいですけど、それでみんなが歌い始めて誰でも知ってるっていうね、そうそうですね、ええ、今何百万枚売れたとしても CD 売れ、まあ何百万枚も売れないでしょうけど、うんうん、なんか1位の曲があっという間ですよね。そうですね、うん、いろいろ聴き方も変わりましたよね。そうね、うん、もう今聴き放題とかあるからね。そうですそうです、 CD をわざわざ買いに行くっていうのも少ないし、そうですね、またもう今やもうそれこそ聴き放題サブスクリプションだけじゃなくて、うんまあ、TikTok で聴くとか、そうそうそう、もちろん悪いことじゃないんですよ、うん、YouTube もあったり、うんうん、昔はだってレコードとか LP とかでこんなに大きいんですもんね。そうそうそうね、真っ黒でね、うん、でレコード屋行ってこの何視聴っていうか、はい、ヘッドホンつけて聴くっていうのがなんか楽しみだったんですけど、そうですね、もう今時代だからね、みんなだからこの何なんだっけ、イヤホンで、イヤホンって言わないで、なんですか、なんとかエアモニ、なんとかなんとか言い方あるでしょ、スマホのこうつけて聞くやつ、なんとかイヤホンズじゃなくて図がつくと思う、うちの若いマネージャー知ってると思うけど、ワイヤレスイヤホンでも違うな、うちのマネージャーエアポッツ、エアポッツ、エアポッツ、うん、あ、なんで出てたのあれあれそれそれって言いながらね、エアポッツ、もうね、そうですよね、知ってる人がいると私が言いたい時あれそれとかって言うと、あああれですねって言うけど、知らない人に言ったって全然図がつくから逆に、そうそう、図は覚えてんだけど、エアポッツなんて言わないもんね、やっぱりイヤホンって言っちゃうの、言っちゃいます言っちゃいます、スマホのイヤホンとかね、エアポッツって、うん、言わないですね、私もエアポッツ使ってるんですよ。えは、そうなんですか、はい、もう3年か4年経ちますけど、僕エアポッツって今言って分かってるふりしてますけど、うん、全然分かってない、知らないのマウント取られたやっぱり僕はアナログが好きだな、いや
でもね結構するから、はい、3万円ぐらいするからなくすと怖いんですよ。そうなんですか。うん、エアポッツそうそう使ってんですよ。だからもうそうやってなんか曲を流し聞きしてるっていうかね。そうですね、いろんな曲が聴けるわけじゃない。昔は自分の好きな歌をレコード店で買って、そのついでにあれそれこそジャケ買いってジャケット見てあ良さそうだなとかってあったり、アッコさんがレイ・チャールズさんと出会ったのも、そうそうそれはジャケ買いですもん。ジャケットで見て、はい、何だろうこの人っていうところですもんね、うん、ピンと来て色の黒い人見たことないし、はい、サングラスしてる人も見たことなかったから、うん、この人きっと苦労してるんだろうなと思って応援しようと思って買ってあげたっていう。今はね、これから先もどういう時代になっていくんだろうね。本当そうですね、聞き方いろいろ変わりました ね。これちょっと最後に1通、このメールはちょっと曲の前に、はい、紹介しようと思ってたんです。そうですか、はい、北区のラジオネーム笑福だるまさんからいただきました、はい、興奮呼びそうな笑福だるまさん、はいはい、あこさんのことが大好きな妻だったんですけれども、はい、9月中旬に天国に旅立ちましたと。で実はコンサートまでには退院したいということで治療してきたんですが、はい、間に合わず行ってしまいました。チケットは無駄にせずに私は友人と行きます、はい、病室でいつもあこさんの歌声を聞いていて、聞くと元気になるんだよねと言っていたので残念です。あこさんのお体大切に最高の状態でコンサートをみんなに届けてくださいと。ありがとうございます、はい、でもこうやって行けなかった方もいらっしゃるけど、うんうん、でもきっとね、はい、聞いてくださると僕は思いますんで、 今のその言葉を胸に秘めて歌いたいです。はい、はい、いうことで、はい、いよいよ来週18日水曜日になりました、はい、あこさんのねラストホールツアーでもきっとこの歌を歌われると思います、はい、お届けします。あの鐘を鳴らすのはあなた。